皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、ということで、今日からまたね、レッスンの方を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今週はですね、一応3本予定をしてまして、今回ちょっと新しくというかね、いろいろこうレッスンの方も、まあいろんなお話をしてますけども、今日はインステップのお話をしていきたいと思うんですよね。で、インステップの、まずは今日はなぜインステップがダメなのかっていうのをお話をしていきたいと思います。で、次の動画はインステップをしてしまう原因について、で、最後がインステップを直す方法という形で、一つの、まあ、なんですかね、お話に対して三つの動画を作ろうかなと思っております。まあ、そうすることによって、より理解も深まるし、なおかつ、まあ、悩んでる方には、まあ、より詳しくお話できるかなと思ったので、まあ、この方法を初めてちょっと取らせていただきます。まあ、この方法が非常にね、好評でしたら、まあ、今後も、こういった形で動画を配信しながら、やっていけたら多分皆さんも分かりやすいかなと思いますので、やっていきたいと思います。はい、まあということでね、まずはちょっと話は変わりますけども、よしみプロの、はい、シャミーがね、先日発売になりまして、本当にたくさんの皆様にですね、ご購入いただきありがとうございます。ありがとうございます。正直想像を超える、購入枚数というかで、今まあ僕とよしみプロでこう配送手続きをしてるんですけど、ちょっと追いついてないです。なので購入していただいた皆様、ちょっとお待ちください。はい、順次配送していただきますので、必ず届けますので、ちょっとお待ちいただきたいと思います。で、まだね、在庫の方はありますけども、一応数量限定という形で、再販はね、今のところはちょっと予定はしていませんので、ぜひね、もしまだ購入ご希望の方とか、ああ、これだってこう検討していただける方は、お早めにご購入いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、早速やっていきたいと思います。はい、はい、ということで今日はインステップの話です。シンプル、インステップはなんで、はい、はい、ダメなのか。そうです。そもそもインステップとは、あ、そうだね、まずインステップとは、うん、はい、まあ助走していく上で、うん、右利きの方は最後に左足でスライドしますけども、はい、その一歩が右にスライドすること、うん、これをインステップと言います。はい、で、まあ、左足のことは逆です、うん、最後のスライドが左の方にこう入っていくっていうのをインステップという用語を使います。はい、で、このインステップがなぜダメかというと、うん、単純にもう結論から言うと、スイングの軌道を体が、まあ、足または体が邪魔をしてしまう原因になるからです。で、こうなることによって起こる現象というのが、まあ、脇が開いたり、まあ、もちろんそのスイングがブレる、まっすぐじゃなくなる、まあ、だったり、巻き戻っていくとプッシュアウェイがまっすぐまず振れなくて、体が邪魔で振れなくてっていう風になるので、まあ、このインステップっていうのがね、歩き方、以前にご紹介した歩き方とつながってくるんですけれども、まあ、こういう風にインステップによってスイングがまっすぐ取れないということは、もちろん再現性も下がりますし、脇が空いたりすると、まあ、思うように回転もかけられなかったり、まあ、縦回転になってしまったり、あとはね、重症の方は足に、うん、くるぶしにボールをぶつける原因っていうのも、これも一つの原因です。まあ、全てがこの原因ではないですけれども、このインステップによって自分が投げたい、はい、このスイングの後ろからトップから上がってきて、まっすぐボールが降りてくるのに、その降りてくるところに向かって、まあ、事故ですね。足が、はい、自分のその危ないボールが通りたい軌道のところに出てくることによってぶつかるっていうことになるので、まあ大体の方はこの事故を防ぐために自分のスイングの軌道を無理やり体の外、はい、足の外側に向けるので脇が開いたりとかコントロールが悪い原因になりますので、まあ、インステップをしちゃいけないとか、インステップが悪いって言われてる原因はそこにあります。はい、僕たちはずっとこの話というか、まあ、別にインステップに限らずなんですけど、レッスンの話をしているのは基本的にはスイングが優先です。体が避けてスイングはまっすぐにするため。で、なんでまっすぐにするかっていうのは、もう当たり前かもしれないですけど、やっぱスイングがまっすぐでなければ投げたいところにも投げれないですし、
精度が落ちてしまう一番の原因になってしまいますので、スイングを優先に考えます。でスイングがまっすぐなれば投げたいところ通りますよね。でそれがやっぱずれることによって力も入りますっていう意味で、やっぱりどん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 悪循環になっていくので、特にこの最後の2ステップよく多いのは、まあ、ご補助走の方で4本目まですごくいいのに最後になぜかこう入ってしまう。まあなぜかというわけじゃないですけどね、まあこれはねまた次の動画で話をしたいんですけども、入ってしまって力が入ってしまう、で脇が空いてしまう、まあ一番多いパターンですよね。はい、まあ、あのボーリングはというか、まあ何のスポーツもですけど、まあやっぱり物理的に考えることが、まあ、一番っていうのは私は昔からそれをこう思ってまして、あの人により分かりやすくお伝えしていくためにまあいろいろ考えてはいるんですけども、まあ、すごいシンプルです。いつも言う、まあ五円玉とかに糸がぶら下がってて先にボールがあるとします。でブランブランってなってパッてそのボールをその離すなんですか、まあボーリングでそのリリースの部分ですね、うん、そこでパッて離したらもちろんその振り子で振っているその方向にまっすぐボールが出ていきますね。で自分がスイングのまあトップですね、これを今度左の方に持ち上げてきて離したらもちろん右の方向に、うん、はいボールがまっすぐ出ていくと思います。ボーリングもシンプルに考えて実際はそういう風にスイングができれば再現性がより高まります。でここに人間の体と力がついてくることによって、まあ、そのボールを自分の力で振ってしまったり、あるいは先ほど言った自分の体足がスイングを邪魔することによって避けてしまったりっていう風に、このまっすぐのスイングが取れなくなるっていうのが、再現性が落ちる原因の一つにもなりますので、なのでより再現性を上げるスイングをまっすぐボールを放つには何をしたらいいかっていうのを、まあ、第一なのでスイング優先の考え方なので、スイングがまっすぐ取れるように歩き方を、そのスイングがまっすぐ取れる歩き方をするために体がスイングを避けるっていう風に、まあ、こういろいろ巻き戻しながら、はい、なぜこういうことをやらなくちゃいけないのかっていうのを一個一個お伝えしていけたらなと思うので、今回がその一つです。はい、まあ、今日はねこのインステップの、まあ、なぜがいけないかっていうねお話をしてるんですけども、あの、まあ、中にはねこのインステップを、として例えばね、あの、まあ、スイングとか、そう、自分は再現性がいいから大丈夫って思う方もいるかもしれないですけど、これ実は曲げたい人とかも、これ、あの、最終的には関わってきて、インステップする人は基本的に曲げることは難しいです。というよりも、脇が絞って投げることがで難しくなってくるので、曲げることはできるけども、まあ、別にボーリングは曲げる競技ではなりませんので、曲げたところで同じところに通らなかったり、仮に同じところ通ったとしても、なんか回転の軸がばらついたりしてしまったりして、なかなかこう、再現性が高まらないっていう原因にもなりますので、ぜひね今一度自分が今どうなってるかっていうのを見ていただきたいと思います。はい、まあなんかねこう全く同じように、うん、インステップしても毎回全く同じように投げられる、はい、っていう方はあえて直す必要は、まあこれって本末転倒ですけれどもありません、うん、まあ、ただそのやっていく上でいろんな悩みを持ってる方が多いと思いますので、まあインステップしてるせいでもしかしたら毎回ちょっとこう、ね、落とし位置だったり、はい、脇が開いたり、うん、閉じたり、あるいは足に当たったりっていうことがあるなって思い当たる方は、まあ、一つ、はいはい、改善するポイントの中にこれも入れていただけたら、よりスイングがスムーズになるのかなと思うので、はい、ぜひ思い当たる方は今週動画3本とも見ていただいて、はい、練習に取り入れていただけたらなと思います。はい、ということで今日はなぜインステップがいけないのかという話、まず1回目ですねさせていただきました。次回はそのインステップの原因ですね、などお話をしていきたいと思いますので、ぜひね次の動画も楽しみにしていただきたいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コア TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。